ちは、ゆかチャンネルのゆかとすみちゃんです。ゆかさんです、はい、はい、今日も皆さんからいただいた恋愛のお悩みについて話していこうと思います。はい、はい、今日のお悩みは日本の方から送っていただいたんですけど、はじめまして、いつも YouTube 見てます。恋愛の悩みに入るかわからないのですが、読んでもらえたら嬉しいです。私は日韓カップルで日本に住んでいる韓国人の彼氏がいるのですが、この前韓国旅行に行った時に彼氏のご家族と会う機会がありました、うん、その時に彼氏と彼氏のお母さんのスキンシップが激しく、心の中でちょっと引いてしまいました。もともと日本よりスキンシップが多いとは知っていましたが、実際に見ると見慣れない光景なのでびっくりしました。後から少しそのことについて話しましたが、彼と少し気まずい感じになって話が終わっちゃいました。ゆかさんはそういうことありましたか？長くなっちゃってごめんなさい。よろしくお願いします。お母さん大好き。お母さんだよ。お母さん途中したい、はい、そう、こういうね、ちょっと日韓カップル、うん、どうかな。いや、私も分かりますよ。あの韓国は、うん、やっぱあのお母さんお父さんを大切、うん、そう、めっちゃ大切にするしかないの。軍隊行ってきたしさ、文化がね。いや、なんか軍隊いたらもうお母さんしか会いたくてさ、もう。そっか。でもどういうスキンシップ、そう、どういうスキンシップだというかすごい気になるんだけど、激しくって言ってるから、激しく。いやいや、そんなないでしょね。お母さん、どういうことなんだろう。なんかね、あのすんちゃんはね、すごいあんまりだよね。あ、もちろんあのハグ、ハグっていうか、なんていうの、たまにこうおめでとうみたいな時とか、なんかあのハグしてこう抱っこしてあげたりするじゃん、お母さんのこと、おめでとうみたいな感じで。そう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 、なんかそういうのはさ、普通に全然すごい逆に、あ、いいなって思うのね。床に言ってみるね。お母さんと私がほっぺんこにチューするのはできる？大丈夫？それまでは？なんか、すんちゃん、おお母さん、ちょっとごめん、無理かも。いや、無理じゃないけど。引く？ちょっと引くかもしれない。で、それはずっと残る？お母さんと私に？ってなる。だからどういうスキンシップだったのかなと思って。チューか、もしこのチュー。いや、これは俺も正直お母さんの口見たらわーってなるけどね。できる？なんかどうなんだろう。いや、これは正直ね、どんだけ激しいかわかんないけど、でもまあ、あの女の子の気持ちもわかるかも。いや、ほんとそうそう、あ、結構理解できるっていうか、韓国の男性がみんなじゃないのよ。そう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 、ほんとにすんちゃんみたいにこう普通、ほんと日本と変わんないぐらいの人もたくさんいると思うの。ただ結構激しい人もいる周りに。激しい人って分かんない、なんか激しいっていうさ、言葉が結構強いけど、どんぐらいなんだろう。いや、多分俺の周りにはないと思う。あんまいないね。でもね、これは、多分だからもうトラウマになったじゃん、女の子は。女の子はね、だからびっくりしたからね。これは二人で話した方がいいよ。でも話して気まずくなったって。あ、気まずかった。そうなの。だから男の人はそれが普通で生きてきたから、うん、なんでこんなんでびっくりしてんのって多分思うんじゃない。話してそれを、まあ確かにね。でもそれは尊敬しなきゃね。それ、そうだよね。なんか、尊敬だ。リスペクトはリスペクトするけど、男の人も女の人のその短反はびっくりしたっていう気持ちをリスペクトしてもいいと思う。わかった分かった分かった。違う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 。でもね、男がもし女の子と本当に好きで、女の子も本当に好きやったら、うん、お互いに一歩ずつこうやって。そうだって、まあ男は自分だから、女の子いない時はまあしてもいいよ。お母さんと何もみするか分かんないけど、してもいいけど、やっぱちょっと彼女の前にはそれをちょっとやめた方がいいんじゃない。それで全然、うん。だからそれを言ってあげて、お母さんと、じゃあ言ってください、そうやって。お母さんとそんな激しいんだったら、私は無理だから、私の前では激しくはダメ。ああ、確かに。うん、だからそうだね、いない
時どうぞ、うん、どうぞどうぞって感じで、好きな感じだぐらい。そう、でも私といる時はちょっとあの抑えてほしいっていう話をしたらいいね、うん、そう、それは男は、はい、もちろん理解すると思うんで、それでもしなんかダメ、あなたの前にしたいとか言ったら、それはね、ふざけんな本当にって言うしかないやんな、あの男は。あんまりなんか男前じゃないと思う、うんうん、だからこうやってね、いろんなが来るからね。おもろい、超おもろい、ありがとう。みんなカップルがあるんだね。でもこれも悩みと、もう本当に悩むと思う、私もゆかもそうだけど、うん、まあこちらの結果は一応まあこういう感じです。そう、あの話して、うん、お互い歩み寄るって感じかな。そうそう、あるんすらオッケー、うん、大人感じで話したら全然なんかいい。でも気まずくなったっていうのは、まあ話のちょっと違う、なんか話するのがちょっと違かったんで、なんか、うん、あのね、お母さんとチュはちょっとそう、だけどこういう感じじゃない、なんか伝わってきていってないってこと。無理かな。こういう感じじゃなかったかな。ゆかやったらどうやって話そう、俺にもしそれって言ったら、だから、うん、あのさって、うん、あの見てみなんか、うん、さっきお母さんと会ったじゃんって、はい、一緒に、うん、うんうん、なんでそれがどうしたので、うん、チューしたじゃん。うん、チューするよ、うちの家はチューは挨拶だよ。なんでそれが嫌なの。いや、嫌じゃないんだけど、うん、なんか、ゆかは、うん、こう経験したことないことだから、うんうんうん、なんか見て、正直びっくりしたのね。いや私はびっくりした。いやうちの家族はチューするのが当たり前なの。なんでそれは理解できないの。なんでそうやって幸せの家庭じゃないの、あなたは。理解できます。いや、こうやったらダメじゃん。だからこういう感じか、わかんないじゃん、男は。そう、だからお互いに聞く耳を持って話し合ってほしいね。いや、はっきり言ったら全然理解すると思う、あのね。でも理解してない。でも、もうちょっと。そう、だからこういう男やったらダメや。ダメだよ、正直ダメ、ね、ダメって感じな男、うん、そう、ちゃんと話して、はい、やっぱ嫌なものは嫌だ、でもこう、なんだろう、私がいないとこでする分には全然理解するよ、うんうん、で、男の人も女の人がいる時にはやらないよっていう感じで話し合えたらいいね。はい、それが一番いいと思います。はい、はい、それでは今日のお悩みはこんな感じでした。またいっぱい送ってください。はい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はいインスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。あざーす、あざーす。